鋭い社会批判でありながらドタバタ喜劇で世界を笑い飛ばしています。大笑いしました。ゾク・ボラット副題が栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画、アマゾンプライムが配給しています。この映画はゴールデングローブ賞のコメディミュージカル部門の作品賞、主演男優賞、助演女優賞にノミネートされています。もう奇想天外の大笑いのモキュメンタリーです。カザフスタンのテレビリポーターがアメリカ人に出会ったりインタビューしたり集会に侵入したりします。トランプサポーターと住んだり、トランプ政権下の副大統領マイク・ペンスの大会にトランプに化けて出席したり、ドタバタ喜劇です。トランプの腹心の元ニューヨーク市長ジュリアーニにインタビューして、ジュリアーニのセクハラまがいの行動もカメラに収めています。アメリカ風刺になっていて大笑いしました。最近これほど大笑いした映画はないです。日本映画のカメラを止めるな以来です。一応ストーリーはあります。中央アジアの国カザフスタンがアメリカの機嫌を取ろうとし、ポラットは自分の娘を貢ぎ物としてトランプに捧げようとします。この映画のカザフスタンでは女性は奴隷や家畜以下なのです。しかしプラットは前作のプラット1でニューヨークのトランプタワーの前でうんこをしたのでトランプに拒否されます。それではと副大統領のマイク・ペンスに捧げようとして実際の中間選挙の時の集会に行って騒動を起こしています。While the risk to the American public remains low, as the president said yesterday, we're ready. It's actually on the My good Pennis! My good Pennis! I brought the girl for you! Don't worry, I won't get jealous! She not the banker! Don't punch me! Mike, help me! Mike, you're fired! それも失敗。それでトランプの盟友、元ニューヨーク市長のジュリアーニに捧げることにします。娘はインタビュアーに化けて実際ジュリアーニに会ってインタビューをします。嘘みたいですが本当にセクハラに遭いそうになります。それがちゃんとカメラに収まっています。ジュリアーニはその後かなり怪しい弁明をしています。出会う人々は映画とは知りません。本当のカザフスタンのテレビレポーターと思っています。それにボラットがアメリカのことを知らない未開発人なので心を許して助けようとします。ボラットは文化の違いと称してわざと相手を誘発して相手の本音や怒りを引き出します。ボラットは徹底男尊女卑で人種差別者です。そのスタンスでトランプサポーターの胸元に飛び込みます。結果的には鋭いアメリカ批判になっていますが、漫画的で世界を笑い飛ばしています。ボラットを演じたサッシャ・バロン・コーエンが仲間と制作脚本していますが、ほとんどアドリブです。これは懐かしいイギリスの風刺コメディの伝統を継いでいます。サッシャ・バロン・コーエンはモンティ・パイソンやピーター・ソラーズに影響を受けたと言っています。モンティ・パイソンはテレビが主ですが、ホーリー・グレールやライフ・オブ・ブライアンなど傑作コメディ映画がありました。サッシャ・バロン・コーエンもテレビ出身で、まさにモンティ・パイソンのあの感じです。知的で高等無形でずっこけています。モンティ・パイソンよりより下品で、社会風刺もより直接的で辛辣です。言葉のアクセント、訛りを変えて変装するところなどはピーター・セラーズを思わせます。これは2006年の映画の続編です。2006年のボラット栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習。この映画は大ヒットしてゴールデングローブの最優秀コメディ賞と男優賞を取りました。
しかしトラブルも起きています。人々は本当のインタビューと思っていたので、中には怒って訴えた人もいます。この続編を見るのにプラット1を見る必要はないです。私は続編から見て面白くてプラットの1も見てみましたが、続プラットの方が今日の話題なので面白かったです。今回の続プラットはプラット1が大ヒットして世間に知られてしまっているので、ほとんど変装しています。防弾チョッキもつけていたそうです。アメリカ社会がそれほど物騒になっているのです。この映画の撮影は極秘のうちに進められました。プラットは撮影中銃で撃たれそうになっています。銃規制反対の集会にカントリーシンガーに化けて舞台に歌っている時です。集会に集まったのは右寄りのトランプサポーターです。正体がバレてしまって逃げます。その時の模様は録画されています。これは映画には出てきません。サーシャ・バロン・コーエンはここ数年政治的になっています。選挙に行くよう訴えたり、人種差別と戦うスピーチをしたりしています。シカゴセブン裁判にも出演して選挙に行くように訴えています。ポラットは極秘で撮影されていましたが、9月に撮影現場が目撃され噂になり、11月の大統領選挙に間に合うよう猛スピードで10月に Amazon プライムで配信が始まりました。前回のポラット1はゴールデングローブのコメディ部門の作品賞主演男優賞を取り、サッシャ・バロン・コーエンはアカデミー賞の脚本賞にもノミネートされています。今回もゴールデングローブにノミネートされていますが、前回のブラッドが取っているので受賞はないでしょう。娘役のマリア・バカローバも助演女優賞にノミネートされています。サッシャ・バロン・コーエンはシカゴセブン裁判でアカデミー賞の助演男優賞にノミネートされるのでないでしょうか。アメリカの政治や社会の分かりにくい点もあるかもしれません。ご質問のある方は下のコメント欄にお寄せください。何でもお答えします。続ポラット。栄光なる国家だったカザフスタンのアメリカ貢ぎ物作戦計画。鋭い社会批判でありながらドタバタ喜劇で世界を笑い飛ばしています。大笑いしました。これは社会運動とエンターテインメントをうまく融合させています。続ポラット。私の評価は B プラスです。公開日の前日、毎週木曜日に新作をレビューしています。レビューしてない新作もツイッターでコメントしています。不定期動画もあります。登録どうぞよろしくお願いします。Thank you.